皆さんこんばんは、西村俊彦です。今日はですね、私が読みました本についてちょっと感想を話していこうかなと思っております。私が今回読みました本は岩波文庫の石垣凛詩集でございます。こちらですね、まあ詩集なんですけれども、石垣凛さんという詩人さんはですね、皆さんはご存知でしょうか、どうでしょうかね。この岩波文庫を最近ちょっと読んでいこうというのも、なんとなくシリーズで作っておりますけれども、岩波文庫ってね、作家ごとに番号が、振られていて、それ面白いですね。なんかこの文庫だと200-1という番号なんですけれど、まあ、200番が、石垣さんの番号であって、その石垣さんの一冊目ですよということで200-1とついているような感じになっております。で、窓道夫さんの詩集をね、この前ちょっと紹介したんですけれども、今度は石垣凛さんということで、だいぶやっぱり詩人さんによってね、印象が変わってくるなというのは、まあ当たり前なんですけど、思っておりまして、なんていうんですかね、詩人の人が見えてくると、やっぱりこれ一冊読むと実感しますね。この、石垣凛さんの詩集はですね、なんというか全体的に、静か、それでいって激しいところがあって、何か冷たくて鋭い刃物のような、感触を私は感じたりしました。なんて言うんでしょうね。厳しさというのか、ある種の物悲しさですとか、なんか静筆な感じ。静筆ってね、なんか言葉かっこいいなと思いますけど、静筆な感じがしたなと思って、ています。で、そういうイメージが漂う詩が、多くこの一冊に詰め込まれていてですね。で、巻末には解説とか、石垣凛さんの年譜がついていたりするんですけれども、激動の時代、まあ戦争を経験し、そういう時代に揉まれ、で家族に揉まれ、それでもね、背筋をピンと張って生き抜いている石垣凛という人の人生というものが、詩にギュッと凝縮されてるなという感じがしました。で、この石垣さんなんですけれど、ご家族をちょっと支えなきゃならんようなポジションに家庭の中でいてですね、でお父さんとかがもう何度も再婚をしまくったりとか、したりとかいうことがある中で、この石垣さんがちょっと収入が安定した仕事について、でそれを家族の人たちがちょっと頼っていく、そういうある種の息苦しさみたいなところで、詩を書かれていたそうです。ね、だからその詩の題材というか、そういうものも世界へ向いている、戦争へ向いている、国へ向いているという詩が、この何でしょう、詩集の初めの頃はすごく多いんですね。で、一番初めに収録されているのが原始童話というので、そこから雪崩の時、祖国、挨拶と続くんですけれど、この辺はもう原爆とか戦争とか、そういうものに対して詩を作っているという展開になってまして、でそこからですね、自分の家族とか仕事みたいなところに、フォーカスが当たった詩が、続いたりしていき、そこから本当に自分のこと、個人的なことを見つめるような詩に動いていったりするので、その何でしょう、時代とともにテーマが移り変わっていく、かつその中でブレないものがしっかりあるみたいな様子も、見て取れてですね、これは充実の一冊でございました。本当になんつうんですかね、詩人さんで言うと茨城のり子さんは結構
知名度があるんじゃないかと私は思ってるんですけど、私が一番綺麗だった時とかね、寄りかからずにとか教科書にもよく出ていたかなと思うので、その茨城のり子さんの何でしょう詩の感じっていうのはご存知の方も多いのではなかろうかと思うんですけれども、私なんとなくこの石垣さんの詩もその茨城のり子さんと通ずるところがすごいあるなという感じがします。何か同じタイプの感性というか同じ方向を見ていたのかしらというような感じがしますね、すごく、うん、どうなんでしょうね。ただ茨城さんの方が若干柔らかさがあるかな、で石垣さんの方がよりクールというか厳しい現実的とかなんかそういう印象があったなと思います、うん、で私ブログやってるんですよ、うん、未だに大学生の頃から始めたブログをまだ、続けてましてちょいちょいと西村俊彦ブログで検索していただければ出てくると思うんですけど、そこに一応ね文字情報としても読んだ本の感想なんかはざっくりまとめてるんですけど、そこに収録されてる詩のタイトルだけちょっとメモっておきましてですね、でなんか朗読に特に、相性が良さそうだなと思った詩にちょっと印をつけてみたりもしてるので、もし興味ある方は覗いてみてください。びょうびょう吠えるというブログです。びょうびょうって狂言の犬の鳴き方なんですよ。びょう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 って言うんですけど、それを高校生の時にテレビで見て泉元彌さんがそう言ってて、でその響きがすごく気に入ってブログのタイトルにしてるんですけど、そのブログの中にもですね、この詩のタイトルなどなど入れてあります。で、まあ、この文庫の、表紙のところに、何でしょう、おそらく自筆原稿の写真みたいのが出てるんですけど、そこは表札という詩が載ってましたね。これも実に強い意志を感じる詩で、まあどんな内容かっていうと、自分が寝る場所に、人から表札をかけてもらってはいけないというような話なんですよ。で人から表札をかけてもらうところだとろくなことがないと。で例えば病院とかだと、石垣凛様とか様がつけられたりとか、で最終的に、火葬場で札が下げられる時には殿がつくと、いうようなことが書いてあって、でもそんなものはつけられちゃいけないんだと、石垣凛それでいいんだというような、ことが書いてあったりですとかね、非常に何でしょう、意志が強い、うん、文字から伝わってくる意志が強いなと、思ったりしました。まあでもそういう一方でね、結構可愛らしい詩もあるなと思って、レモンとネズミという詩とかはすごい可愛らしかったですし、あとすべては欲しいものばかりという詩なんかは、漢字とカタカナとひらがなでいろんなことを書いていて、その文字の感触の違いみたいなことも、とても面白いなと思って見たりしておりました。やはり詩ってね、文字で見た時の印象というのがやはり大事に書かれていると思うんですよ。その開業だったりとか、連の分かれ方とか、あとは一時下がり二時下がりとか始まりがずれてたりするもの、あと同じ言葉を本当に、漢字ひらがなカタカナで書き分けてあったりとか、そういうところってね、やっぱり目で見て読んでてニュアンスを感じるものですから、例えば声に出して、朗読するみたいな時にもそのなんでしょう、ニュアンスみたいなものって、出していきたいなと私なんかは思いますね、うん、まあだから例えばですけど犬っていう言葉、ワンワンの犬が、まあ、漢字で書かれてた時とひらがなで書かれてた時とカタカナで書かれてた時と、じゃあ見た目とかそれを見た時にどういう感じがするだろうとか、どんな犬が
想像されるだろうみたいなことからちょっと声の出し方を変えていくとなんとなく伝わるのかなと思ったりしています。漢字だとねちょっと固めの漢字になるかもしれないですし、犬とかね、そういう感じになるかもしれないですし、ひらがなで犬って書かれてたらなんかちょっと可愛い気がしますよね。犬ちょっと柔らかめ、ひらがなって丸いですからなんか、丸さ、だったりもするかもしれませんし、じゃあカタカナで犬って書いてあったらどうなるのか、どうなんでしょうね。カタカナだと漢字よりは硬くないけれども、なんかややなんでしょう、外国の犬なんですかね、どうなんでしょうね。犬、わかんないですけど、なんかこういう遊び方も、できるなと思っていて、詩の朗読って何でしょう、小説物語なんかを読む時よりもその読む際に考えることとか、こっちで、想像力を働かせることが余計に多いなと思っていて、そこがね面白いところでもあり難しいところでもあるななんて思ったりしております。ということでね、私最近結構詩集を、借りて読んだりしてるんですけれども、今はですね、あの種田三等家さん、あの自由律俳句の方ですね、の、岩波文庫にちょっと手を出したりしております。詩もねとっつきやすいものとっつきにくいものあるのであれなんですけど、窓道夫さんなんかはとてもとっつきやすかったですね。で石垣さんの詩もあの厳しいイメージはあるんですけど読みにくくはない、読みやすい部類かなと思ったりしますので、もし気になるという方がいましたらですね、ぜひぜひ手を伸ばしてみてください。で、このあのポッドキャストのですね概要欄の方にもあの何でしょう、Amazon に直に飛べるリンクとか貼っておりますので、あの探すのがめんどくさいという方はですね、ぜひぜひそちらから、ご購入いただければと思います。はい、ということで、今回はですね石垣凛詩集、またまた岩波文庫を読んでみました。この西村俊彦のイン&アウトでは私が読んだ本ですとか、見た映画の感想を、こんな感じでおしゃべりして、お届けしております。ということでまた別の作品でお会いしましょう。お相手は西村俊彦でした。それでは皆さんおやすみなさい。